どうも皆さん、こんにちは。プロチャンネルです。今回はこちら。こちらは iPhone SE の iOS18.1 のベータ4を搭載したものです。今回は非対応のデバイスでも Apple Intelligence を開放する方法について紹介をしていきます。それではやっていきましょう。で、そもそも Apple Intelligence とは何なのかについては、まあ、Apple のサイトなどを見ればわかるんですけれども、まあ、大きなイメージとしては、Siri の UI が変わるというポイントですね。現在、まあ、Apple Intelligence を開放していない、まあ、本来の状況ですけれども、この iPhone SE では、Siri を起動すると、こんな感じで画面の下にですね、丸のエフェクトが表示されます。ですが、Apple Intelligence というのはですね、画面の全体、と言いますか、この端全体にですね、虹色のエフェクトが表示されます。これはですね、まあ視覚的に見てもすごく綺麗ですし、まあ何よりまあ iOS としてはまあ最先端の技術だなというふうにまあ感じさせてくれるものなんですが、それはですね、iPhone 15 Pro 以上の端末でしか使えません。はい。当然この iPhone SE も使えませんし、現在撮影に使っている iPhone 12 Pro でも使えません。でですね、今回の方法を実践する前に少し注意点についてです。まあ少しといっても結構重要な注意点なんですが、今回の方法は iOS 18.1 のベータ4でしか使えません。その他のバージョンでは使えないということです。現在のまあ一般リリースされている iOS 18.0 や 18.0.1 でも使えませんし、iOS 18.1 のベータであっても、ベータ5や6では使えません。iOS 18.1 のベータ4というのは、22B5045G となっているものなんですが、この一つのバージョンですが使えないということをご理解ください。それでは方法について説明をしていきます。まずは概要欄の方から、ショートカットをインストールしていきます。概要欄のリンクにアクセスをすると、ショートカットが起動しますので、こちらショートカットを追加をしていきます。そうするとこちらセーブモバイルゲシュタルト、こちらが追加されましたのでタップしていきます。そうすると画面の上部にですね、こんな感じの表示が出ますので許可をしていきましょう。そうするとこんな感じでパソコンでいうところのエクスプローラーが起動しますので、こちらは好きなところに、まあ、保存をしてください。まあ、おすすめはこの iPhone 内ですね。この iPhone 内をタップして、右上の開くを押していきます。そしてですね、純正のファイルアプリを起動して、この iPhone 内を開くと、このようなファイルが保存されました。はい、こちらですね。拡張子が P リスト。こちらのファイルなんですが、今からパソコンの方にこのファイルを移動させてください。Mac ですと AirDrop を使ったり、Windows ですと、まあ、様々ありますけれども、ご自身の好きな方法を使って、このファイルを、まあ、移動といいますか、転送してください。はい、パソコンに移動しました。パソコンではですね、2つのファイルをダウンロードしていきます。まずは、Nugget iOS ですね。こちら概要欄のリンクにアクセスをすると、このようなページが開きますけれども、Windows 版か Mac 版か2つありますので、ご自身の OS に合ったものをダウンロードしていきます。次にこちらですね、 Misaka X、 こちらはですねご存知の方も多いのではないでしょうか。こちらもダウンロードしていきます。先ほどと同じ要領でダウンロードしていきましょう。そしたらですね、まあこちら分かりやすいところに置いておきましょうか。こんな感じですね。そしたらこちらを回答していきます。で、次にですね、先ほどですね、まあ、iPhone を使ってですね、作業をやりました。こちらですね、モバイルゲシュタルトのファイル。こちらパソコンに転送したかと思いますので、こちらを好きなテキストエディターなどを使って開いてください。まあ、Windows ですとメモ帳でも開けますし、Mac でもそれほどこのファイルを開くのは難しくないかと思いますが、起動しましたら次にですね、まあこれもですね、概要欄のサイトアクセスをしてもらえればと思うんですが、こちらですね、
まあ、全部英語となっていて分かりにくいかと思うんですが、ちょっとスクロールをするとこちらですね。パート1、ゲシュタルト・モディフィケーションっていうところがあると思うんですが、そちらに書いてあります。ここですね。これです。このなんか複雑な、文字列となっていますが、これをコピーしてこのテキストエディター、まあ、メモ帳ですけれども、こちら検索をかけていきます、この検索のところに貼り付けてください。で検索をします。そうすると、こんな感じで、まあちょうど合致したところがありますよね。そしたらこの一個下ですね。こちらにですね、デバイスのナンバーが書いてあります。iPhone128 ですね。iPhone SE の第2世代の場合は。こちらをですね、今から iPhone16 Pro のものに変更していきます。iPhone16 Pro というのは iPhone171 です。はい。iPhone171 にこんな感じで書き換えて、次にですね、また、先ほどのサイトに行っていただいてですね、今度はこちらです。はい。これをですね、コピーして、こちら。まあ、このメモ帳に戻っていただいてですね、ちょっと上に戻っていただくと、キャッシュエクストラと書いてあるところがあります。さらにその下、ディクトですね。こちらが書いてあると思いますので、この下のところに先ほどコピーした文字を貼り付けてください。はい。貼り付けができました。そしたらですね、こちらをですね、まあ、スペースを連打していただいてですね、こちらのディクトに合わせます。こんな感じになりますね。はい。これでモバイルゲシュタルトのファイルの編集ができましたので、バツを押して保存するを押していきます。これは Windows の手順ですかね。次にですね、ナゲットを起動してください。で、ここでですね、目的のデバイスをパソコンに接続してください。そしたらですね、続いてこちら、アプライ、こちらを押していきます。続いてはこちら、Choose Gestalt File、こちらをクリックして、先ほど編集したモバイルゲシュタルトの P リストのファイルを選択します。で、まあ、このような警告が出てくる場合もありますが、これは OK をしましょう。で、次にこちら、Apply Changes。こちらをクリックします。そうするとこんな感じになりますので、ここでデバイスが再起動されますので、しばらく待ちましょう。はい、デバイスが再起動されました。続いては、Misaka X を起動します。そして続いては、セレクトモバイルゲシュタルトファイル、こちらをクリックして、ここでも先ほどのモバイルゲシュタルトをクリックして選択しましょう。そしたらですね、続いては Apple Intelligence 18.1 Beta All Device、こちらをクリックした後に Apple Intelligence Extra と書いてあるところをクリックします。そうすると、またデバイスが再起動されます。こちらもしばらく待ちましょう。はい、再びデバイスでの作業になっていきますが、次に設定を立ち上げます。次に、まあこの項目に変化がありますが、まあ自分はもうすでに待機リストに参加しているんですが、初期の方ですと、まあ参加していないかと思いますので、まあ待機リストに参加をしてください。この状態だとまだ、Apple Intelligence は有効化できていませんので、これはですね、待たなければいけません。というのはですね、現在はですね、Apple Intelligence の動作に必要なファイルを、このデバイス内部でダウンロードしている最中なので、これはしばらく待つ必要があります。で、一般の、ストレージですね、こちら下に行っていただいて、この iOS と書いてあるところ、これをタップすると、まあ、現在はこのような表示しかありませんが、ここに
Apple Intelligence という項目が追加されますので、それまでしばらく待ってください。ここにですね、Apple Intelligence という項目が追加されたら、まあいいんですけれども、現在はこちら 12KB しかありません。これはですね、全然まだダウンロードが終わっていないということです。ダウンロードが終わるときにはですね、まあ数ギガバイトになるので、結構やっぱりファイルが大きいですが、こんな感じですごくファイル容量が大きくなっていますよね。547MB になっています。とにかくこんな感じでダウンロードが終わるまで待ちましょう。ついにダウンロードが終わったようです。ここに Apple Intelligence 登場というふうに書いてありますね。こちらタップしてみましょう。はい、そうするとこのようなものが開きますが、これはまあお好みで選択していきましょう。次にまあこのようなものが開きますが、これも Continue をしていきます。はい、まあこれは Hey Siri とかのまあ設定ですね。これを行うんですが、そもそも Apple Intelligence 自体が英語にしか現状は対応していませんので、これ英語で喋らなくてはいけません。これでまあ Apple Intelligence に関する設定は終了しました。それではまあ起動してみましょうか。そうするとまあちょっと不安定ですね。すごく一瞬起動してもすぐに閉じてしまいます。はい、ようやく使えるようになりました。こんな感じで iPhone SE の第2世代でも Apple Intelligence が使えるようになったように見えるんですが、これは単純に見た目の変更だけです。と言いますのも AI の機能を使うことができません。なので今年の6月に行われました WWDC 内で披露されたような、よりですね、まあ、先進的な機能については使うことができないということです。しかもですね、まあこれはですね、まあ本来の対応デバイスでも同じですが、現在はまあ先ほども言いました通り英語にしか対応していないので、まあ私たち日本人の方ですとやはり実用的ではないかなと思います。会話もすべて英語でやらなければいけません。まあちょっとやってみましょうか。 What time is it in Cupertino? 本当に見た目の変更だけっていうところですね。やっぱりあまりなんでしょう、面白いというものではないのかもしれません。ですが見た目が結構いい感じになるということで、まあそういった面では解放する意味はあるのはあるのかなと思います。ただまあ過度な期待は禁物ということですね。はい、ということで今回は Apple Intelligence を非対応のデバイスでも解放する方法について紹介をしました。でまあやる際はですね、まあくれぐれもバックアップを取って自己責任のもとで行うようにしてください。以上です。